はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。セキロパート2やっていきたいと思います。ちょっとね、拠点に戻ってきました。で、少し修行をしてですね、といっても大してやってないんですけど、なんかね、模擬戦っていうのができるようになったので、ちょっと模擬戦をやってみましょう。そこもとか、それがしを使い刀の修練を積むがいい。ここで模擬戦ですね、基礎。では行くぞ。承知。まあ、大したことなかったらちょっと早送りとかしちゃいます。普通に戦えばいいの。待って、そう、回避しながらの反撃みたいなのもねあるんだよね。まずは様子を見る。これ回避して反撃、届かねえんだよな。ゴリ押す。あれ、いかがしたって。一冊。まだまだ。でね、別に二冊じゃなくても敵は倒せるらしい。そこら辺はちょっと見極めながらやんなきゃいけないけど、あ、これ掴みでしょ。だからこの時にさ、反撃をしたいんだけど、見て。あ、次かな。そう、ガードしてる時はため攻撃、ガードはねできないみたいですね。さすがだな、そこもと。さすがかどうかはもはや分からん。あ、基礎しかない。じゃあいいや。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受けようぞ。じゃあちょっと先へ進んでいきますか。ここで転送します。仏渡り、ここで休息してるから、多分通常の敵は復活してるよね。あ、毒あるんだ。中毒。え、中くらいの毒ってこと。よくわかんねえ。大毒とかあんのかな。敵いる？あ、いるね。いる。こいつ。うわ、外した。あ、普通に。ん？まだいる？なんかいる？あ、いた。だって倒せんの？あ、そういうわけではない。一応ね、カメラアングルのこの速さをね、遅くしたんだけど、結構速いよね。あ、なんか落ちてる。これはなんだ？え、なにこれ？投げるといよいよ、あ、これ誘いか。あっちも行けるね。え、行ってみる？ちょっと。え、超怖いんだけど。は？来たところでどうすんのこれ。帰りて、落ちたら死ぬんじゃん。あ、そっか、ジャンプしてこれか。結構縦の動きがねすごくなったからね、今回。お、あれ、なんだこいつ。死体か。なんでこりゃ。手裏、あ、じゃ、手裏剣ぐる。何、読めない。道元の作ったからくり人具の一つ、人技種に仕込めば義手人具となる。手のひらほどの大きさだが、あ、手裏剣か。手裏剣の中には驚くほどの、手裏剣を収められる。え、手裏剣ってことはさ、ん、ちょっと待って。あー、仕込むことができる。渡さなきゃいけないのか。え、じゃあ帰る。来たばっかだけど。これってさ、でもさ、ここ来なかったら完全に見落としてるよね。やっぱり探索は必要だな。あと手裏剣ってことはさ、この個数があるのかどうか。ちょっとここはいけねえ。ここに行くか。ほい、ちょっと早速戻ります。あれ寺、手裏剣個数がなければね、なんか遠距離攻撃みたいな感じでいけそうだけど、
新大陸の成長、数珠玉4つ集めると新大陸を成長させることができる。え、そうなの？数珠玉集めるの？マジか。レベルを上げるとかそういう世界じゃないんだ。手に入れた任務か。ああ、忍び騎士は騎馬者というたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。叩き立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから仏の顔も鬼になるのよ。どれ貸してみろ。わしが任務を仕込んでやろう。お願いします。任務を仕込む。あ、今左手になんかやってんだ。うほほ、大丈夫か。任務を消費して、はい、なんだこれや。よりしろを消費して使用する。え、ちょっとわかんねえ。なんかやっぱ消費するんだね。敵のヒットポイントと体幹を削る。飛び回る敵に対しては大ダメージ。あ、なるほど、飛んでる敵だね。作成済み。え、なんか使った？今わからん。で、え、仕込んでどうすんの？それで OK？ 牙の形を増やしたきゃせいぜい任務を探すこったな。乗りかかった船じゃ。仕込むことだけはしてやろう。義手任務、装備メニューで装備し、これなんていうの、形に変わるっていう感じなんだけど、三角で切り替えか。何個かは装備できるみたいですね。では、装填スロットが解禁されました。3つのスロットに装填できますと。ここ手裏剣消費1。え、どれ今全然わかんねえんだけど。スキルポイント取得まで296って書いてあるね。あれスキルポイントなんだ。レベルアップではないのか。え、どれを消費するの？金じゃないよね。で、これ今手裏剣になってて、あ、右のやつ、あ、5つになった。ちょっと読み方わかんないんで片白と呼ばせてもらいます。義手任務などの発動に必要で使うたび消費される。倒した敵から取得できるほか、辺りに漂っていることがある。近づけば入手できる。鬼仏で購入もできますと。ほうほうほう。金を今全然使ってないからね。ああ、なるほど。ここで購入ができる。1個10円ってこと？あ、所持数は15までか。あ、これが片白なんだ。漂う白い片白。人に限ったことではないが、何か心残りがあればその思いが幻として形をとって見えることがある。義手任務など片代を消費することで使えるアクションがありますと。10円。ここら辺はまだ買えないね。使用アイテムとかちょっとまだ使い方がわからないんで、このまま行きますか。じゃあ仏渡りでまた戻ります。でもね、やっぱりこういうのは使っていかないとね。あ、つかみ攻撃、ガードも弾くこともできない。タイミングよくステップすれば回避できますと。まあ、キルはいわくね、どんどん使っていかないとね、いざという時に、使えないんで。ちょっと上から行きたいんだけどな。ダメだ、怒ってしまった。待って、犬ちゃんは始末しておくと。どこにいる？どこだと。落ちるなよかな。
ひえな。下から行くとなんかすげえ危険そうな感じなんだけど、ちょっと隠れて行ってみる。敵へはなしか。大丈夫か。ん？あれ敵？こいつ敵っぽいな。しかも忍殺2だし、まあいいや。危険攻撃、ガードができない攻撃がある。そうした攻撃は決まって危うい。しかし危ういものほど強い殺気を放つ。危険の一文字が現れたならば攻撃を見極め応じた対処をすればいい。対処ってなんやねん。突き攻撃に合わせて弾き、下段はジャンプ、つかみはステップ。いや難しいんですけど、そんなこと言われても。これ何？下段攻撃今の。いって、あ、今つかみだったね。これさ、マジでさ、タイミング超むずいんだけど。ほら、ちょ待って待って待って、ガチ強えんだけど。あんまりパーリー狙わない方がいいのかな。あれ、我が血と共に生きてくれ。え、なんで死んだ。そのまま死ぬ。改正する。何改正って。え、何これ、どうすりゃいいの。改正するとなんか減るのかな。だ、死にそうだけどな死んだっぽいけど。改正のシステムが分かんない。ちょっと調べよう。死亡喪失、死亡するとゼニとスキルの経験値を半分失う。それを取り戻すことはできない。ゲッ、マジか。死ねば失うのは免れない。神や仏の助けでもないことには。ちょっと待ってね。はいはいはい、改正はその場で生き返ることができるんだけど、なんかね、NPC がね、呪いみたいな感じになっちゃうらしいんだよね。メリットもあるんだけど、デメリットが結構大きそう。なるべく改正はしない方がいいな、今のところは。さて、ちょっとやつにリベンジだな。上から攻撃できないかな。まずここ向こうまで行くか。いや、ないな。左側から行かないとダメか。こっちに櫓みたいなところに行けない。 OK、 よじ登る。はっ待って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 、これよじ登れる。どういうことこのめっちゃガチャガチャ言ってんだけどさ、あいつに気づかれないのかな。この上に登りたいんだけど、それは難しいのかな。あそこにアイテムが、ギャー、これ絶対見つかるっしょ。あ、まだ見つからない。え、大丈夫、まだ見つからない。あいつ寝てんのか。あ、やべ、見つかった。これ黄色いのはもう完全に見つかってるっしょ。やるしかない。ほっ逃げろ。いや、一瞬の判断とか無理だよ、こんなの。で、針できねえし。これでさ、だってもうないよ。手裏剣投げてみる。はい。傾聴。いった、今のは下段攻撃か。いった超むずいんだけど。死の。
危ない。これはジャンプね。あれをジャンプすればいいのかな。ちょ、まず攻撃を見極めよう。スカンとかだと、ね、まあ半分くらい減るよ。1、2、2発だね。なぎ払い2発。さてジャンプ、ジャンプしてその後どうするの。ジャンプして攻撃しなきゃダメ。1、2、基本的に下か。危ないって出たら蹴りをやってきた。なるほどなるほど。え、これでどうするの。本当に分かんねえ。ほっ、ちょ、間違えた。相手のヒットポイント、あ、減ってるか。ちょっと減ってんね。ちょ、やばいやばい。ほら、どう。え、なんだ、分かんねえぞ。一旦攻撃しよう。やっぱヒット&アウェイだな。飲むか。ほら、これで徐々に削っていくしかない。ほら、いや崩したっぽいな今。わかんないけど。どうだ、やめ、逃げろ、やめ、これで長期戦でなんとかしていこう。体幹はもう崩せねえわ。おら、あ、やばい。やばい、入った。まわり入ってしまった。やばい、あって、これが強え。いいって、生きてたか死んだかと思った。いや、これ改正はしたくないな。もういいや、金とか全然ないし。今回の目標は改正しないでこいつを倒す。ダッシュジャンプ。でもさ、最初にさ一発決めらんないのかな。どっか高台に行って、あ、なんだこれ、名女あり、なんちゃらエイドって書いてある。名女、死亡喪失によりゼニとスキルを半分失うけど稀に回避することができる。ああ、名女ね。はいはいはい。 30% って書いてあるね。これどうやって増やすんだろう。ちょっとこれこっちから行けないかな。危ない危ない危ない、なんか無理か。この違う、見つかってんだけど。犬に見つかってるからね。またこっちのルートから行きますか。ほい、こっちから来るともう無理だかんな。犬追っかけてきてる。これ左側から行けないかな。ちょっとこの上に行こう。でこっち、お、アイテムゲット。丸薬、あ、そうそうそう、丸薬はね持ちきれなくなったらね、なんだっけ、鬼仏にため込むられるらしい。でこっちから来て、でこっちに行っていいんじゃん。でやってジャンピング印刷、どうだ、よっしゃ。あ、そうか、これヒットポイントそのものが1ってことか。やばい、あぶねえ。ほら、
え、今ダメなの？よくわかんねえ。体幹を崩せてるんだからよくわかんないんだよ。おりゃ、おい、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない、いっていっていって、蹴りジャンプ。これはまだ無理？ちょっとすっげえ合流してんだけど、え、ちょ待って待って待って、ない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 、はは、なんかわけわかんないやつ来てよ。なんかすげえ合流せないの、ちなみに。あ、俺の体幹もなんかやられてる。やばい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 、これどうする、生き返る、どうしようかな。ちょっと待ってね、ちょ、生き返ってみよう。改正した、改正、あ、トロフィー手に入れた。流飲の巫女の力、巫女じゃなくてなんだっけ、あ、巫女でいいのか。改正の力を消耗して自らを蘇らせる。改正の力は基本の一つは鬼仏で休息をすることで補充される。残りは敵を倒して集めていくことで得られる。改正は続けて使えるものではないが、敵を倒したり印刷すれば再び発動できる。あれ、これ倒した、回復しないで倒すとか言いながらさ、あ、術玉手に入れた。あ、これなんだ、ひょうたんの、あ、やったやったやった、エマに渡すことでひょうたんの使用回数を増やせますと。いやー、苦労した甲斐はあったな。でもこいつなんてまだまだ雑魚なんだろうな。で、ここにアイテムが起こってます。握り牌、どうする、どっちからまた攻めるかだな。しかもここあれじゃん、いけねえじゃん、結局上からいけってこと。最初に2冊取れたのがやっぱでかかったな、あれなかったら無理だよ。広いね、やっぱり。いろいろ見て回りたいんだけどな、あっち側とかも。櫓は櫓でなんかありそうだしね、ちょっと行ってみるか。ほい、この上で下に降りたいんだけどな、この中に。あそこに敵がいるな。ちょっと届かないか、この高さいける。全然いけるわ、ゴリ押す、いって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 、なんか狙ってきた。ちょっと待って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 、うわっ、火縄銃か、ここでいこう。ファリーが本当取れない。いた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 、俺の体幹がまずいな。よっしゃー、ちょっと私死にそうだ。ゲッ、いる、ちょっと待って待って、おお、危ない危ない危ない、金回収、ここで戦うか。痛い、ちょっと死のう、あ、死のうっていうかもうこのまま死ぬのか。改正はまあもし使うとしたらボスだよね。通常時はもったいないと思う。あれ？なんだ、どうなってんだ。あ、やっぱり改正使ったからだ。そう、なんかね、竜石、竜の石みたいな病にね、侵されちゃうって書いてあった。すまん、こんな一回でなるとは。因果よの、なかなかに死にきれぬようじゃ。
いやすげえ普通に、うわ、喉の音、仏ホルモン、どこかで苦しげな咳が聞こえる。咳をしているのは降り積もる炎に焼かれぬため、仏を一心不乱に掘り続ける一人の男のようだ。所持している分だけ、ああ、どうすればいいんだ。流石、あ、これこれこれ、流因の力を持つ者が死を重ねると流石と呼ばれる病が世に振りまかれる。どこからか聞こえる咳の音は、狼が関わった誰かが流石に患ったことを示す。咳の音を多く所持すればするほど命中確率が低くなる。これってもう捨てらんないの？捨てられる、捨てることは多分できないと思うけど、いやちょっと復活はこれ愛に使えないな。物資殿には会われましたか？ああ、あれは、はい、我が師道元より聞いたことがあります。流因は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力、繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を流害と呼ぶと。流害だった。知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その流害を治す術は？わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。すまん、とりあえず種を渡そう。ひょうたんの種とはこれか？はい、それをこちらに。種をひょうたんに植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。オッケー。妙な薬だ。妙ですか？うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。さて、じゃあ行きますか。でここで回復をすれば多分2になるよね。あ、アレデルに、ああ、新たな修行が行えるようになりました。ちょっと修行は後でいいや。新体力の成長メニューが解禁されました。あ、そっか、数珠玉4つ消費して、身体能力を成長させることができます。ヒットポイントと体幹の最大値ね。1個しか持ってないけどね。戦いの記憶がじゃあ攻め力か。そういうことね。命中確率半分まで下がってるんですけど、成長させるよく思ってません。そうだよね。で結局またこっからか。あいつはもうさすがに復活してないよね。鬼仏の蓄え、あ、そうそうそう、これこれこれを見たんだよね。上限を超えたアイテムは鬼仏に渡ると。で鬼仏は回復すると一部の敵が復活しますと。まあ、これはかがり火と一緒だね。ちょっと上から行こう。さすがにいないよね。うん、さすがにいない。でこちら辺に銃を持ってたやつがいた。あいつか。あいつを先に始末しておくか。結構何体かいるな。歩いてんね。12、どっち側から回り込む？上から行けば。てか届かねえな、こっからは。これこっち側もあるよね。どっからどう行けばいいんだ。ちょっと上に登るか。はい。で、あ、それでこうやってああやっていく。あ、ここにアイテムがある。回収しよう。ああ、軽い水煮か。まあ、いざとなったらちょっと使っていきましょう。で、
あそこにもいて、あそこの敵あんまり倒す必要がない感じがするんだけどな。あれどこ行った？あ、めっちゃ歩いてんな、あっちに。けっ、すっげえ引っ張いんだけどなんだこいつら。いや3対1は望むところじゃない。こいつだ、銃持ってんの。え、見つかった。まずはこいつを殺す。で、その後ちょっと一回間合いを取る。ほいほい、逃げろ。まずこの雑魚みたいなの倒そう。逃げろ。これお金って消えない？おりゃ。いて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 、やばいやばいやばい。あれ、なんか倒した。逃げろ逃げろ。よし、まだいるか。倒したか。敵がうろついてんな。これは近づいて、おーし、オッケー。あれ、まだいる。いった、これだよ。どこからやってきてる？あいつか。こっちからも来てるし。ここで寄せない。ダメだ、もう体力がない。ひょうたんの回復量が少なすぎるんだけど。さて、あいつをちょっと始末するためにはどうする？とりあえず駆け抜けよう。はい、そして無理やり倒した。あれを使うか、弾薬。いや、使っちゃおう。で、徐々に回復するやつだからね、これは。一旦ここら辺の敵は始末したか。やっぱり基本的に一体多数っていうのは望むところではないよね。こちら辺も下は落ちたら死にそうだし、アイテムはなさそうだね。あ、待って待って待って、なんだこいつ。え、とりあえず倒そう。さて、出せる。倒した。お、やった。え、なにこれ。ちょっと取れないんだけど。吸い込む。しなよせの巫舞風船。源の水を内に秘めた起伏祈願、あ、承服祈願の巫舞風船。若草色の巫舞風船を割り込み、その水を浴びた者は一時的にアイテムの入手確率が上昇する。はあ、なるほど。まあ、でもし、ん？使うんだよね、これ。敵がたださ、どういるんだかわからんな。どっちだこれ。なんかどっちもいけそうなんだけど。ん、あそこにいるね、こいつ。あ、いや敵だよね。ちょ、こっちから行こう。ん、見つかった。あ、どこだよ、わかんねえよ。ここで合意をせばなんとかなる。あれ、結局さ、ここってさ、戻ってきたよね。こっちなんかあるかな。お、なんかすげえ。え、どうなってんだ。こっちからも行けるよ的な。これ落ちて大丈夫なの？アイテムはな死んだ死ああ、何これ。あ、大丈夫、これ落ちても大丈夫なの。ここは、おお、ダクソと違ってあれだね、落ちる分には大丈夫なんだね。これはあれか、音なしか。あ、ただ人々は減ってる、もしかして。
これこっからどう行くかだよな。あっちに行けるかな。待って、ダメだった。ギャ、死にそうだ。使おう。てかこっちから行くのやめよう。え、戻れなくね。ただいや、やべえ、戻れねえ。ダッシュか、ダッシュジャーンプ。お、いいね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 。いや、弾薬大して回復しねえな。ちょっと待って、一応ね周りを見ていかないとね、クリアリングはしていかないと。げ、あそこにいる。これさ、手裏剣でなんとかなんないのかな。すげえいっぺんだけど。ちょっと待って、見つかっちゃったよ。どうする、来る、こっちまで。とりあえず手裏剣投げてみよう。ヒットポイント減らすことはできるけど、そんなに強くないな。どうすっかな。一応今上を取ってるから。ゲッ、なんだこいつ、超イカれたやつがいいんだけど。大砲みたいなの持ってる。ただいって、おお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 お、死んだ。いや、これはもうちょっとそのまま死のう。どっから、あの鬼仏のところからか。でまたさあれやんなきゃいけないの。敵を倒しながら行かなきゃいけないのか、こっから。いや、きついわ。ジャンプしながらもあれできんな。ほい、おお、すげえ。で、要はこっからよ。こっからどうするか。完全に向こうとか行けないのかな。意味あった今の。敵を残しておくのはな、嫌なんだよな。すげえいっぱいいるからね。あそこ行けないのかな、こっち側。鍵詰めをかけるところがないね。どっかからしかもごっつい敵が出てきたしね。この下に多分あれがいるんだよね。あ、こいつか。こいつは銃のやつだよね。見つかったか、しょうがない。ただ一匹は倒せるから、ちょっと下にこもりすぎ。こっちにおびき寄せよ。あ、金回収しとかねえと。あっちにもすげえいっぱいいんな、来てんな。ちょっと待って、無理なんですけど。逃げるか、これ逃げ切れる。あ、話しかける。待って、わけわかんねえ、わけわかんねえ。やばい。どこ、こいつ何話しかける。誰、せがれよ、若様を見なかったかな。これイノスケ、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい、せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。なんかくれた、若様の守り鈴。老婆が持っていた守り鈴。
仏に備えてほしいと老婆は望んでいた。守り鈴は仏の加護にいて持ち主を守るものだが、持ち主の手を離れたならば仏に使えるのが習わしである。荒れ寺にいる仏師ならば備えの作法などにもきっと詳しいだろう。へえ、ありがとうございます。なんかちょっとゾンビみたいな感じに見えたんだけど、さっきのもう一人いたよね。こいつ殺すか。無理やり。なんだ、どうなってる。オッケー。お、弾薬手に入れた。まだ誰かから見つかってる？来てんな。話してるとさ、話してる間に攻撃されるかね。おっしゃ、よっしゃ。もう消えたか。ちょっと見つかりそうだな。こいつに話しかけよう。死にそうなやつ。誰ぞ。そこにおるのか。一応答えよう。その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。こいつが伊之助か。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。こいつはこれで終わりかな。どこだ。あ、これあっちか。すげえ近くだな、こうやって見ると。あそこにも敵がいる。どうするか。正々堂々行くか、正面から来い。これさ、パーリー失敗するとさすぐ終わるな。さよなら。お供えしてみますか。じゃあ全然進まないんだけど。ダッシュ切り。一度の弾きで敵が止まらないこともある。うわ、半分になってる。確かに。まだ何にもさ、あげられてないからね。そのスキルポイントみたいなやつとか。いや、でも死ぬもんは死ぬからね。そういうゲームだからね。見切り。スキル見切りか。ダクソみたいにちょっとレベル上げがわかんないな。あれ、あいつどこにいるの？いなくね？あれ、いなくなったよ。あ、なんか二人して。あ、うわごめん、俺のせいだ。お前さんも来たのか。にぎやかな。こって。あ、これは義手か。違う、話してみよう。わしが掘る仏はどうやったって怒り顔だ。業深い者はそうなる。お前さんもいつか掘ってみればわかるだろうさ。それで何か用か。鈴、違う、鈴がないんだけど。なんだ、
わしがごうそれお前さんを拾ってから主足だがお前さんを左腕も関係ないしな石油に心臓理由そういう主のはゆえにお前え、なんだわかんねえすまんマジですまんで、アイテムかアイテムで装備してみればいいのかなどれだいや持ってねえなこれも違うもんね飴とか忍具でもないしな所持品あこれこれこれアレデラにいる仏師ならばこれどうすればいいんだどうにかするってわけでもまあ先にこっち話しかけてみるか何をしているあなたですか竜害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのですちょっと怖い血の塊はい咳とともに出たものです血の色がわずかに淀んでいるようなしかしこれだけでは定かにはできることはあるか竜害にかかった者が吐いた血の塊それがもっとあればより詳しい知らない。いや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 もうやだよやらないよ竜害にかかった者がいれば当たってみようお願いします今回のカボタン一番可愛いなやっぱりではでも和風のね女の子は俺どっちかっていうと好みだからねあこれ拝んで祈るあ鈴置いたつぶり鈴の声を聞いてやるといいその鈴の音が呼び覚ますじゃろう眠っちまってるお前さんの古い記憶を何か思い出すってこと？3年前。え？何これ？3年前。一応でもお金とかそのまんまだねアイテム回収しとこう弾薬ひょうたんも持ってんねやれってことか3年前の出来事を一応じゃあ鬼仏見出しえっいけんのこれえどういうこと3年前でしょフル地図を開く芦名城最初右が最初のところだよねで芦名城城下流泉川平田屋敷なるほどちょっと分かんねえけどもう少し進んでみるかじゃあせっかく来たから3年前ってことは義手あれでもさ手裏剣持ってるよえ なんだ俺分かんねえんだけどなの出来事じゃないのこれえなんだなんだちょっと状況が分かんねえんだけどでもどっからどう行けばいいんだいや待ってでもさ義手よしなんか義手使えるんだけど3年前だけど何これ3年前に来たってこと超謎謎システムだな。あれなんか人っぽくない？前方にいるの。一応周りに敵兵は
なさそうだけど。アイテム握り杯、これ全然利用してないからね。話しかける。仮面つけてるね。お主、フクロウのせがれか。え、なんだこれ。今がいつなのか尋ねる。今幾年だ。何をおかしな。教えてくれ。流線詣の年であろう。流線詣、3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。何、過去に飛んできたってこと。何があった。賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。死んだ、まだ生きてる。流線詣、三年同武士の、これは死んだか。じゃあこの義手がある状況で過去へ戻ってきたっていうことか。ちょっとこっちから行こう。アイテムを回収。火消しの粉、ああ、なんかやけど的なものを直せるってことね。それもあんのか。こういうのって壊すとなんかある。めっちゃ落としてんだけど。張り付く、今のところあんまり張り付きを活用してないね。ちょっと待ってね、敵がもはやいるんだよね。でもこれこっから行くしかないよな。待って、本当に、いや、本当むずいんだけど。あんまりさ、パーティー狙わない方がいいのかな、最初は。やべ、もうやべ。あ、やべ、炎になってる、しかも。隙を見て、逃げろ。多少ゴリ押すか、やっぱり。油、いや、もう飲まないとダメだよね。こいつもう金持ってなくね。うわ、呼んでる、敵を呼んでる。あちゃ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 あ、上にもいるね。あれ、犬、もしかして。犬がいる。ちょ、この犬さ、手裏剣でなんとかできない。あ、なんとかできる。よし、ちょっとできてる。あ、金、さすがに犬は金を持ってないよね。ほら、ご利用しプレイでいこう。あとこちら辺ちょっと見て、アイテムがないか。こっちの下とかもなんかいけそうだけど。これを開けるか上から行くか。そもそも開けられんのこれ。張り付くしかできない。なんか向こうにあるね。あ、仏がある。結構早い。ちょっと待って、先にこれさ、仏を開通しとこう。あのアイテムちょっと見たいな。でこれさ、裏側の敵、そういえば復活してんのかな。まあいいか。とりあえず、じゃあちょっと過去に戻って2つ目の鬼仏のところに、来ましたので、今回はこれで、終了したいと思います。
まだちょっとね、難しいね。普通に難しいです。まあなんか当分は本当にお見苦しいプレイになろうかと思いますが、温かい目で見守っていただければと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。